何やろ。いや、1111マジで1111写真判定ぐらい高橋さん優勝です。本当ですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃこの後、動きありますんでお願いします。はい、おそばの回る回る、はい、いいですね。こうなってください。はい、どうしたの？直した。いや、止めた時に村上さん、うん、これも戻ったらやばいと思って、うん、多分もう全員来ると思ったので、うん、1回目の時は出たんですか？2回目持ってた。1回目で、2回目行ってガシャーなった時にクリップバンド外れてしまったので、ちょっとやばいと思ったんですけど、右足のクリップバンド、ね、右足ですね、うん、いや危なかった、きつかった。なんだこの左足だけで中心だってよかったっすわ、左足使えて。はい、もう10年間の集大成が出ましたわ。グランプリ王者として大きいところ一つ勝つっていうのはビッグレースな、そうですね、責任がやっぱり結果ね残せてなかったので、お客さんにね、いろいろ言われて、すごい辛い日々を過ごしましたけど、やっぱりこういうふうなラインのおかげで勝てたっていうことを、やっぱりファンの皆さんのおかげ、応援のおかげで勝てたっていうことを、本当に心に置いて、本当にこれから競輪をしっかりしていきたいと思いますね。ここまでまたバンとやって盛り上げてそうですね。まあこれから一歩ずつもう一個強くなりたいですね、うん、はい、そうなれるように頑張ります。すいません、おめでとうございます。